鋼の錬金術師瞑想のロンド、前回に続いたらプレイしていきましょう。さて、偽物のエルリック兄弟がいるというので向かってるところなんですけど、ここにもここも崖で先に進めないよ。この先にも上がってんだ。絶対に先に進んでやる。石の5と4のカードがあればここを取れるぐらいの橋を作れそうだな。5と4か、5と4でね、5の4か、5の4、これが一番なぁ、ややこしいんだよなぁ、このゲームで。とりあえずこれ捨てるでしょ？これ捨てる。石の石ってどれだっけ？石ってこれか？金属じゃないもんな。金属、これか、石。これ？これでいいのかな？今回早かったけど。お、いける？行くぜ！この橋を叩いても壊れないぜ。石橋を叩いて。あ、マッチョ。マッチョ軍団だね。どうしよう。毎回俺どうしようっていうのやめた方がいいよな。これで、とりあえずマッチョに攻撃する。よし。オッケー、ナイスマッチョ。で、銃連射でマッチョ攻撃、発火。崩壊がやっぱなぁ。だいぶ、だいぶだなぁ。マスタングの方が HP 低いのはちょっとどうなってんだとはちょっと思うけどね。よしよし。強いな、やっぱ。やっぱレベルが上がっていってるからか知らんけど、レベルの概念がちゃんと見え、可視化されてないからさ、全然わからんのだけど。これで、いや、いいのか。これでいいのか。よし、これで多分、こいつはやっ、お、強い。強いなぁ。で、発火より普通に攻撃しても、多分そっちの方が早い。あ、これで終わるな。回復して、回復して。あれでもさ、使えないのかな？あ、使える？あ、使えない。使えない。くっそー。マスタン、いやー、どうしようか。いや、でも一回変えといた方がいいよなー。違う違う。作ってもいいんだけどなー。戦闘中に回復。回復だけ使えたらいいのになー。遠くはいい。全体攻撃使えないもんな。とりあえず、これで。あ、意外と似てる。なんだお前ら。本当に僕そっくりだよ。なんで？本当にそっくり。色違いなのね。それにそれに。あっちの方がでかい？もしかして。わかったわ。鏡で映したみたいに左右が逆。あ、そうなんだ。コーニッシュの言い通りだぜ。あなたたちこそ誰ですか？僕はエドワード・エルリック。黒いな。俺はアルフォンセ・エルリックだ。俺ばって。外見が左右対称なだけじゃなく、性格も逆さまになるのかしら。興味深い現象ですな。兄さん頭が痛いよ。お前らうちの弟に何をした？あ、逆なんだ。嘘、あるがお兄さんでエドが弟なの？ふざけんな。俺たちが本物のエルリック兄弟だ。あ、戦うんだ。俺たちの偽物はちゃんと俺たちで倒すぜ。そうだね、兄さん。入ってないけどな。偽物め、確保してください。偽物に偽物って言われたくねえぞ。本物の力を見せてやる。心置きなく攻撃させてもらおう。なんだか戦いにくいわ。大佐は楽しそうだな、なんか。大
兄さんは楽しんでやってそうだな。やだな。やだな、そういうの。よし。どっちの方が強いんだろう。硬いのは多分あるな気がするんだよね。で、攻撃力も高そうだな。いや、でも、錬成使われたらだるいな。使うのかな？なんか、嫌がらせくらいしかしないみたいな言ってたからさ。そんな、え、ああ、避けてくんのか。必殺発火、全体攻撃で。治癒錬成どっちだ？マスタングいっとくか。やばい！弱っ！弱っ！嘘だろ。試練の鉄槌。ありがとう。ああ、ぼちぼちって感じだな。はっかりどれぐらいいく？さすがに当たるだろう。200いくら食らって、で、試練の鉄槌を食らって、どんなもんだ？ 400 くらい食らって。もういいね、回復。回復ずっと入れといた方がいいかな、ここに。いや、でもなぁ。ホークアイ入れたいんだよな。好きなんだよな、ホークアイが。あー、400くらい食らってこれから600くらいしか HP ないのか、こいつ。そんなでも、てか本当に弱いな、こいつら。自由錬成でエドをしよう。フライングボム。よし。ああ、避けられた。なんか、エドの攻撃よく避けられんな。オッケー。これで。エドはいかないか、まだ。よしよし、回復。で、回復薬1個作れるけど、フライングボム、一発決めとくか。で、発火。こういうさ、両方が回復したタイミングでさ、あんまり、まあ、エド回復しちゃったらいいか。減ってるもんな。よし。フライングボム。これで、オッケー。あー、避けられる。1はもうダメなのかな？そういうことなのかな？これでエドはやったな。よしよし。あとはあるだけだ。で、絶妙に何もできんな。これ。よし。発火。スカイストライク。当たるかな、エド。ん？治癒錬成しとくか。あんまいらん気もするけどね、もう。大差が強えな、やっぱ。1と何かしかないもんね。完璧の壁。よし。これで、マスタングが回復と。ドンペキの壁。まだか。硬いな。硬いっていうか、しぶといな。クロスターツ決めとくか。あ、やば、結構食らったな。ゴールデンボム。これで、落下。これはな、誰かの差し金とかだったりすんのかな？するんだろうけど。ここまでそっくりな、エルリック兄弟はいなかったな、今まで。よし。お！錬成できんの？おお！わ、強っ！ちょっと待って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 。ナメプしてたわ。早く1個作るのはちょっと微妙だな。オールストライク。コニーがもう瀕死なんだけど。よしよしよし。
やばいな、コニーはもうずっと。ちょっとあんたたち、私の人形をよくも壊してくれたもんね。人形？あ、さっき逃げてたのこいつだったよね。じゃあ、よくもあそこまで壊してくれたもんだね。もう許さないんだから。お前は？私はケイトラムよ。あんたは？俺はエドワード・レリックだ。やだ、あんたが本物なんだ。じゃあこっちが鎧くんだね。鎧くん。鎧くんって、巷で呼ばれてんのかな。うわ、鎧くんって思ってたよりとてもいい感じじゃん。いい感じかな。え、でもこれってよくある鎧なんじゃないの？エッサエッサな、これだからガキは嫌いだぜ。ガキって言うな、ちょまげ。兄さんと同じようなリアクション。なんか言ったかある。なんでもないです。ちょんまげて。まあそこ怒ない、そう怒るなよ、お嬢ちゃん。またこと、子供扱いだ。私はこれでもう16歳なんだから。16？ 年上なのに折れるちんまい。うるちゃい！もう皆さんいい加減にしてください。あなたがやったことは悪いことなんですよ。ん？あんたはどっかで見たような、会ったことあるっけ？ありません。おかしいな。家族の人とか、あったのかな？ケイと一緒に村の人たちに謝りに行きましょう。なんで？私悪いことしないもん。ただこの人形で遊んでただけじゃん。きちんと謝れば村の人も許してくれますよ。もう面倒なことは嫌い。みんなまとめてとっちめてやるから。とっちめてやるて。鎧くんに攻撃するのは嫌だな。でもやるぞ。少女に攻撃するのは気が引けますな。いい歳でいつまでも人形遊びしてんじゃねえよ。言いたいこと言いすぎだろ、みんな。よし。ウォールヒット。やばいな、全体攻撃っぽいぞ、これ。大事、ああ、コニーが死んだ。回復。回復担当持ってかれたな。避けられた。エドめっちゃ避けられるな。どうしようかな。手帳、薬使うか。もったいないな。もったいないな。おお、そんな普通に連成するんだ。錬金術使える人結構多いよね、やっぱね。こういう世界だからか知らんけど、こうこうこうで、よし。鉄拳大制裁の次ってなんだろうな。鉄脚？足？拳じゃないんだ。おお、こう、怖っ。避けられたか。しけたマッチだな。座禅、あ、これで、いいね。作れる。よしよし。いいぞ。ちょこちょこ作っていかないとな、こういうのも。でも、コニー必須みたいな感じになるのきついな。嫌いじゃないんだけどさ。嫌いじゃないんだけど、コニーよりもホークアイの方が好きなんだよね。単純に。それがな。コニーいないとやっぱ、あれだもんな、回復の、あれが崩れるもんね。って感じだな。なぜのささやき。うお、そんなでもない。それで、大差回復して、風のささやき。戦闘に出さないとレベルも上がんないもんな。やっばー、たんまたんま。なんだよ突然。反省したのか。お兄ちゃんに言いつけてやる。お兄ちゃん、え、ちょっとしたいたずらじゃん。いたずらにしてはたちが悪いですぞ。そうだ、俺たちの偽物なんか作りやがって。ごめんね、鎧くん、痛かったでしょ。いや、大丈夫です。鎧くん、また会おうね。じゃあ、バイバイ。あるだけが好きなんだな。
おい待て、逃げられた。今回も木村事件とは関係なかったよ。もう2連続でさ、犯人取り逃がしたらさ、さすがになんかお咎めあるんじゃないの。まあ、木村事件とは関係ないにしてもさ、多少ありそうだけど大丈夫なのかな。そうですね、この偽物を見せれば村の人も納得してくれるだろう。村長に報告しに行こうぜ。これは人形です。元々の犯人は人形使いの錬金術師でした。お前さんが言ったように偽物だったんですな。それにしても話ができる人形を作るとは大した錬金術師じゃの。でも人を困らせることに錬金術を使ってほしくないわ。何でも奏者が使い方を間違えて悲劇を起こしてはならん。ごもっともです。ここに長居しても仕方ない。そろそろ行くぞ。近くに来た時は寄っておくれ。はいよ。はい、じゃあちょっと早いけどここで一旦区切ろっか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。